はい、金丸さん今回もよろしくお願いいたします。お願いします。みんな大好きバンテズラシリーズ、はい、モーダス120編でございます。癖が強いじゃん特徴のあるモーダスのこの末尾ゼロは特徴のあるシリーズでございます。 癖が強いシリーズ、キャラクターの立ったシャフトです。 でもなんだかんだ言って120って、はい、未だに PGA の選手たちでも使ってる人いっぱいいるし、そうですね、使用率でいうと、うん、モデル別でいうとこのモーダスの120が一番多いです。アメリカ出てもう何年、もう発売自体は2011年、うん、で物として生まれてからは2009年の終わりだから丸15年。すごいよね、うん、逆に、はい、これにしかない味は出てるってことだよね。そうですね、相当だから特徴があって、うん、もうこれじゃないと味わえないフィーリングだったり出せない性能があると、うん、人はそれを癖が強いって言うんですけど、まあ、はい、簡単に言うと当てやすい、はい、当てやすい、はい、でハンドファーストに当てると球が低くなる、うん、はい、ハンドレートとか、まあ、ちょっとヘッド先に行かせてあげると高くなる、はい、だからボールコントロールすることがすごく長けてるシャフトが120だと、はい、そうですね、あの日本シャフトの開発人曰く、うん、120が最もモーダスシリーズの中では最も操作性があるシャフトですと、うん、はい、そんな癖の強いシャフトを、特徴のあるシャフトを、はい、ずらして、まあ、うん、あの別の動画で130の番手ずらしも検証をお願いしたんですけど、うん、やっぱり特徴のあるモデルはできたらそのまま使っていただきたいんですけれども、うん、これも実際じゃあずらしてみて、硬い方柔らかい方ずらしてみて、うん、どういう変化が起きるのかというのは、この動画で解説できたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。自分の場合だと、はい、素で打つとちょっとこう当ててくるので、まあこういう球にはなりやすい。意外と自分はしなり感をやっぱり切り返した時に多く感じる、シャフト自体の。なのでそれが気持ちいいと思うのか嫌だって思うのかは、例えばその番手ずらしたい人とかだと、はい、じゃあこれがあるから例えば1個フレックス上げて柔らかい方にずらそうかなとかって考えたくなる気持ちも非常にわかります、はい、それを一つ柔らかい方にずらして、うん、はい、あ、柔らかい方にずらすと、うん、持って素振りした時に、うん、何が一番変わるって手元が軽くなる。うーん、表現を置き換えると、うん、ヘッドを分かりやすくなる。あ、なるほど。あノーコメンツ。まっすぐ飛んでるか。あ、はい。あ、なんで曲がんないこれで。それはですね、モーダスツアー120の特徴であります先端剛性の強さが寄与しておりまして。え、こんなに曲がんないかね120って。120、そうですね、これちょっと自分の中で新たな発見なんだけど、これまっすぐだろほら、ああ、ナイスショー。なのでその操作性の高さっていうのはすごくこう言われて、で、うん、真ん中しなるから打ちやすい当てやすいっていうのもあるんですけど、うん、これあの僕も使ってると当時助けられたんですけど、先が強いんで、うん、オフセンターした時とか、あとラフからすごく楽、うん、もう一回改めておさらいをすると、はい、ここは硬いです、はい、めちゃ硬い、めちゃ硬い、はい、でここがちょっとしなります、はいはい、ここはめちゃ柔らかい、ここはニュートラル、ここがめちゃ柔らかいで、ちょいやはめちゃ硬い、うんうん、あ、柔らか、こことここがちょっと特徴をつけてきてる、はい、そうですね、かなりギャップを持たせてます、うん、だから番手ずらした時に自分が1球目にすごく違和感を感じてしまったのは、うんうん、こっちじゃなくってこっち、あ、そのあたり
ですからね、うんうん、こっち側がギュッとこうしなりすぎて、うんうんうん、遅れる感じが綺麗な遅れ方じゃなくて、うん、ちょっとこう垂れる遅れ方をして感じたので、うんうんうん、慌ててギュッてこうやってフェースまっすぐにしようとして当ててミスったからすごい左飛んだと思ったの、うんうんうん、でもなんない、うんうんうん、あー違う柔らかい方はちょっと俺曲がんないんだでも、うん、でもこれだったら普通に使ってってあげたいな、うん 普通に組んであげたいな、うん、あ、うん、たわみすぎます、はい、なあまたいい球だそんな悩まないでくださいすごいな120すごいんですよ、すごいシャフトですよ。だから多分そのロングセラーとして、うん、もちろんその PGA のプロはそういうお助け機能っていうのを求めてるわけではないんですけれども、うん、やっぱりアマチュアのいわゆる市販のクラブの標準スペックで未だに入り続けてるっていうのはそのあたりも理由だ多分で、今度硬い方ですね、はい、ああ硬くすると、うんうん、柔らかくした時はヘッドを重く感じたんだけど、うん、今度硬くするとシャフトが少し主張してくるかな。ああなるほど、うん、ああ淡白あの硬くした時は、うん、そのお助け機能、うん、こう前に行って押さえる、うん、後ろで上に上げるっていう、うん、お助け機能が、うん、お助け機能を出すスイッチが、うんうん、スイッチのボタンが重くなる、うん、なるほど伝わる、はい、こう、はいはい、普通に組んでると、うん、ポンって押して発動されるのが、うん、1個硬い方にずらすと、うん、って押さないと多分発動しないんだと思う。だからこれをこのまんま自分が負荷をかけてあげられればその傾向がしっかり出てくる、うん、だから、うん、ちょうど中間欲しい人とか例えば120って S の上が X、うん、で TX ってあったじゃないですか、はいはい、その間の感じの人が欲しい人は、うん、いいんじゃない。硬い方はあり、あり柔らかい方にずらしたい人は、うんうん、ちょっと違うモデル、うんうん、そうですね、うんうん、を探した方がいいと思います、うん、はい、ありがとうございます。